柴田か赤塚コータペア。最後の試合、柴田隆選手と赤塚浩太選手、はいはい、皆さんから見て右手が柴田隆選手、はい、そして左手が赤塚浩太選手、それですね、すごくフレストボール歴が長く、ペアでも好成績を残してるんですけども、はい、柴田隆選手のプレーの特徴は鍛え上げた肉体から放つラリーの正確さ、ぶれない安定感、そしてジム経営するほどにトレーニー、探求心の塊、フレストだけではなく仕事へも熱心ということで、はい、赤塚選手は安定感のある体をしっかり使ったアタック&ディフェンス、いざとなったら飛び込み諦めずにボールを披露して、まさに野球球児、安定感のある体をしっかり使ってるじゃないですか、うん、だからこれパワーアクティブという部活があるらしくて、はいはいはい、ジムでみんなで鍛え上げようみたいな部活、そうですみたいな感じで、いろんな人を受け入れる姿勢が1分経過です。いろんな人を受け入れる姿勢が20代前半とは思えないぐらいの、アクティブさ、なるほど、これが赤塚選手のいいところですね。さあさあ注目高まっています。最後のペアです、皆さん応援よろしくお願いします。ナイス、盛り上げていこう。頑張れ頑張れ、いよいよ1分30秒経過。もう柴田選手もね、最近ではね、ピラティスマシーンを使ったトレーニングも行って、ティラミスマシーン、ピラティス、あ、はいはい、ティラミスもデザートでしょ。日本代表として高みを目指す準備は万端のようだと。で、逆に赤塚選手は筋肉の愛称で知られる競技にまっすぐなフレストボール、筋肉だ、そうなんですよ、うん、で、いつもね、目的を持って練習に励む姿はまさにフレスコボールの鏡です。2分経過。さあ今回フレスコボールの、うん、魅力をもう一番に教えてくれる2人がどんなフレスコボールを見せてくれるか、とても楽しみですね、これ、うん、今も見てますからね、2人のプレー、でも沖縄でもね、見てますもんね、なんとか、そうですね、何回も見てます、はい、この2人の呼吸のね、すごいね、うん、クリスさん合ってますか、お二人は呼吸合ってるよ、これちょっとクリスさんの呼吸が今浅かったです呼吸してます、大丈夫ですか、2分30秒、過呼吸になりそうですよ、しげる、いいですよ、どうですか、 今見てる感じどうですか、リラックスしてます、そうですね、これなんか今会場全選手がもう注目してますね、今会場が一つになってますよ、誰もこうフレスコボード練習もせずに全選手を、今の拾うわ、3分経過、すげえな、これが日本代表、これノーミスでいってほしいです、あと2分、そうですね、いけるいける、このチャンスからいけますよ、あ、ナイス、ノーミスでいけ、ノーミスで、集中集中、いける、いつも通り、1分30秒拾っていく、緩めないね、柴田選手緩めないですね、これね、落としてないんで、休憩もタイムアウトもないんで、だいぶ回転数高いですよ、あ、惜しい、ハイボールですかね、3、2、1、リスタートです、あ、ここからもうね、はい、ノーミスですよ、さあノーミスでいきたい、いや、残り1分、さあ1分切りました、ラストスパート、ナイスチェンジ、決まった、見せてくれるこの2人、残り30秒、残り30秒、この2人何を見せてくれる、すごいですね、20秒、再び日本代表を目指し突き進むのは
芝選手、赤塚選手、あすごいすごいすごい。10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあフレッシュアップ、皆さんありがとう。